三振ビルディングは東京都千代田区有楽町に存在したオフィスビル。もともとは三井新宅が接種として1929年に建設1955年に増築されている。設計は松井太郎、指向は大林組。鉄骨鉄筋コンクリート造りの地下2階、地上8階で地下1階から1階は商店街、2階から8階は事務所となっていた。 一階から二階は吹き抜けとなっており、この吹き抜けのアーチの天井には、もともと王道十二宮の星座が描かれていた。古典様式ではあるが、同時代の建築物の中では、比較的地味な外観を持つ。藤森テルノブは、スパニッシュ風のアールデコ様式であると評している。関東大震災の教訓を踏まえた、耐震建築であり、30度傾けても、 倒壊しないような余裕を持った設計がされていたという。また基礎も強固であり、高年ビル周辺で地盤沈下が進行すると相対的にビルが浮き上がり、道路からは階段を登ってビルに出入りするようになった。1945年9月から1950年6月まで、連合国軍最高司令官総司令部により米軍第71通信隊、 貸し官んペーシクとして接収された。また、接収会場の翌年には屋上にゴルフ練習場がオープンしていた。当時のままの姿で残る数少ない u ある、オフィスビルとして親しまれてきたが、2003年9月に発生した天井材の落下事故をきっかけに、2005年1月、所有会社の三井不動産が、老朽化とてなんと及び一般利用者の安全確保を理由として、 解体を発表した。これに対して、日本建築家協会が同月に、日本建築学会が同年3月に保存予防書を同社に提出し、市民による保存運動も署名を集めるなどの活動を行ったが、2007年5月から本格的な区体の解体工事が開始された。三新ビルは建物自体の価値に加え、日比谷有楽町の地域の景観における価値も大きく、 保存運動においても、その2点の価値を訴えていた。2007年3月30日をもって、最後のテナントとなった、ニューワールドサービスが、閉店、全入居者が撤退し、直ちに館内は、全面立ち入り禁止となった。4月1日付で、三振ビル会対抗時のお知らせが、防護壁に掲出された。石綿調査はすでに昨年の8月3日までに、行われていた。 2007年5月1日より本格的な解体作業が行われ、石綿の除去を伴う作業7月31日までに、施行、2007年10月末には地上部分の解体はほぼ終了、三振ビルは姿を消した。その後基礎部分の解体、地下鉄で入り口の再整備などを行う。地下鉄で入り口の閉鎖は2007年末までと発表されていたが、 実際には2008年5月に再開した。2008年12月5日から2011年6月30日まで、三振ビル跡地の一部にポケットパーク、日比谷パティオが存在。スケートリンクやフードコート、イベントスペースを用した広場として活用された。その後隣接していた日比谷三井ビルディング跡地と共に再開発が行われることとなり、2018年東京ミッドタウン。 日比谷が完成した。この時落下したのは建設時のものではなく戦後になって付け足した部材だったという。それ以前からテナントの退去の進展に伴い、3階以上、2階、1階西、地下、1階エレベータホールの順で段階的に閉鎖されており、全館閉鎖前の時点では1階東のみ、立ち入り化だった。東京人、ナンバーワン52、54ページ。 2000年、三振ビルディング解体のお知らせ、三井不動産株式会社、平成17年1月21日付、2011年6月13日、閲覧。三振ビルディング保存に関する要望書、平成17年1月31日付、2011年6月13日、閲覧。三振ビルディングの保存に関する要望書2005年3月16日付、 2011年6月13日、閲覧。A.B. 森山久子。小空間デザイン最前線。第65回。暫定利用の空き地が生んだ街中の広場。日比谷パティオ。日系メッセ。 https://messe. 日系 .co.jp/.js/.moryama/.31276.html2017 年5月23日閲覧。ab 日比谷パティを閉園。町ブログ、神田、神保町、秋葉原周辺。一般社団法人千代田区観光協会。 2017年5月23日閲覧。ありがとうございます。